向かい合います。認定書。この試合は PWF が認定する世界ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言する。1999年1月15日太平洋沿岸レスリング同盟会長ロード・ブレアーズ代読。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。ワンコーナー挑戦者225ポンド柿原正人。想定マシンガンは今日も吠えるぞ柿原正人。ワンコーナー世界ジュニアヘビー級選手権者225ポンド小川義成。昇竜戦士今日はベルトを守ります。小川義成、世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ60分一本勝負で行われます。チャンピオン小川義成対挑戦者柿原正人、横浜文化体育館で相まみえます。ゴングが鳴りました。世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ小川義成対挑戦者柿原正人の一戦です。場内小川コールが起こります。まだファーストコンタクト、おっと右のハイキック、柿原が繰り出していきました。対する小川受けて立ちます。これが初防衛戦になります小川義成。98年の7月19日新潟市体育館で当時行われていました世界ジュニアヘビー級の争奪リーグ戦を制して1年2ヶ月ぶり2度目のこのジュニアヘビー級のベルトチャンピオン返り咲きを果たしました。対する柿原正人は98年の2月28日に初めて全日マットに上がって、そしておよそ1年初のタイトル挑戦ということになります。あ、バランスを崩した。背中に一発、黄色のショートタイツ柿原正人チンクラッシャー、ロープを使ってショルダータックル乗り越えます。ハイキック、キックには警戒したいと語っていた小川義成です。さあ柿原が飛ぶか、まだまだこんなところでは飛んではいられない、見せ場は作らないぞ、そう言わんばかりリングの中で決着をつけようと待ち構えております。小川の眼光が鋭くなります。この世界ジュニアヘビー級体重のリミットは105キロまでです。小川義成は90キロ、そして柿原正人は97キロ、身長はともに180センチ、全く同じ背の高さです。小川がロープに振られた。さあ首のあたり、あっと持ち上げて逆にひねっていきました。ムックブリーカー、放送席解説は桃田光雄さんです。桃田さん、まずここまでご覧になっていかがですか。はい、そうですね、小川選手はこの手のタイプの選手とはあまりやっていませんので、そうですね、まあかなりやっぱり注意深く入って、初め様子を見る形でいくと思うんですけどね。対する柿原の方はいかがですか。そうですね、彼の場合はもちろん挑戦者ですから、もうどん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 攻めに行くのがやっぱりベストだと思いますよね。その柿原が攻めに転じています。小川を青コーナーの方を追い詰めたところ、しかしちょっと自爆してしまいました柿原正人です。桃田さんは第8代の世界ジュニアヘビー級チャンピオン、はい、このジュニアヘビーというクラスの一番のこの見どころというのはやっぱり動きでしょうね。体重が軽い分やっぱりスピードがないと勝負にならないという部分がありますので、ただそのスピードだけに溺れちゃうとまたねテクニックで負ける場合もありますからね、まあ難しいんですけど、まあ第一にはやっぱりスピードがまず第一ということだと思いますよね。その割にはまず序盤こう落ち着いた入りというふうに見ていいんですか。そうですね、まあお互いにやっぱり多少は相手の様子を見るという形でいってると思うんですけども、まあ柿原選手は挑戦者ですから、はい、できるだけやっぱり攻めたいなという気持ちはあると思いますよ。歴史のあるこの全日の
世界ジュニアヘビー級のベルトを、シングルのベルトをぜひ欲しいというふうに今日は絶対に取ると語っていたこの柿原雅人です。柿原がこの小川ヘッドロックの体勢に取っています。ロープに体をつけているのが柿原です。黒のショートタイツが小川義成です。1966年11月2日茨城県取手市の出身です。さあ柿原がアピールをします。レフェリーは西永修一。さあ柿原がリング下に降りました。そして小川を引きずっていこうというところです。あーっと下からのキック、激しいキック、顔面アウト、かかとを落とした。小川崩れる。そして柿原ここを追っていきません。リングに戻ってきます。この辺りどうですか。ある程度やっぱりその落ち着いていきたいというその深追いすると、はい、小川選手は結構そのラフができますので、相手のペースにうまくないということもあると思います。あっとここでスライディングのキックを見せました。これ柿原ペースと見ていいですか序盤。そうですね。小川がマットの下うつ伏せになっています。大丈夫でしょうか。レフェリーの西永も行きますが、小川が頭のこのちょうどおでこのあたりを押さえて、そしてこの胸のあたりが非常に上下しています。柿原がリング上から挑発します。この世界ジュニアヘビー級というのは NWA インターナショナルヘビー級選手権の流れを受けて1986年に創設されました。これまで延べ19人のチャンピオンがいます。小川義成が第19代の世界ジュニアヘビー級のチャンピオン。さあリング下張り合います。小川、柿原自爆、左のハイキック、ちょうどこのレガースをつけているあたり、青の鉄柱に思いっきりぶつけました。いやこれはすごいダメージあったんじゃないですか。モトさん、鉄柱にまともにいったらですね、やっぱり骨折とかそういうこともありますからね、はい、柿原痛かったままその隙をついて小川がキックを見せますが、小川もまだダメージがあるようです。とにかく柿原立ち上がることも非常に難しいと、そういう状況です。世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ、チャンピオンの小川に挑戦者柿原が挑むというこの60分一本勝負。さあその左足を痛めつけていきます。この辺りが小川らしさと、そうですね、はい、やっぱり小川選手らしい、まあ、チャンピオンらしいというかね、相手がちょっとミスしたらそれをガチにつけ込んで要するに攻めていくっていうのがもう定石ですからね、はいはい、小川を狙った左のキック、しかしその足を痛めてそこを強い狙っていきます。小川チャンピオンの戦い方です。なんか入ってるね。とにかくこの鉄柱にぶつけられた柿原としてはこれ止まらないですね。そうですね、最初に自分が行って自爆した時はかかとだと思うんですけども、はい、要するにそのもうかかとをやると要するにもう完全にバランスが取れませんからね、体重がかけられませんからね、はい、その要するにダメージがどのくらいあるかっていうのが問題でしょうね、はい、ただ柿原の額には非常にこう汗がびったりになっています。さあその左足を抱えるような感じ、小川が持ち上げるところをエルボーで落としていきます。さらにその左足、足を取った、さあドラゴンスクリーン。いややっぱり今ちょっとキックでももう一つ迫力なかったですね、はい、そして小川がそのキックを見越してこのドラゴンスクリューにつなげていきました。この辺りのじわじわという痛めり方、この辺りには警戒したいというふうに柿原も言っていましたが、しかし序盤ペースを握ったかと思いつつ小川がこの一瞬の隙をついて柿原をこう自分の思うがままに調理していきます。さあさらに足をクロスして、そしてグーッと引っ張る、グーッと引っ張る、柿原頭が上がらない。さあこれがこのルーツのレガースが取れそうなばかりにグッと引っ張っていきます。反則のカウントは2というふうに入りました。小川義成です。デビュー14年目になりました。
過去この2度世界ジュニアヘビー級のチャンピオンになっています。第14代、そして第17代、そしてこの17代になった時は97年の1月15日、2年前のちょうど同じ日でした。それだけに小川にとっては元のいい日です。さあここでアキレス腱グッと、この締めたかかとを落とす、逆に返していった、返していった、ロープに逃れる、ロープに逃れる、この辺りの切り返しのうまさというのも、そうですね、あの関節技をあのこなせますんで、はい、あのチャンスがあるとキュッと返せるんでね、まあそこら辺は強くなんですけど、まだダメージがかなり足の方にあるみたいですね。そうですね、その隙は逃しません、小川義成チャンピオン。ブレンバスターからまたその左足取っていこうというところ、4の字に固めます。非常に苦しそう、もう顔の色が真っ赤になって、そして小川が必要なまでにこの反動を使っている。赤キャラ苦しそうです、必死にこらえる、ロープに手が届きました。この柿原雅彦、98年の2月に全日マットに上がって、そして7月の大阪大会では小橋と、9月の武道館では川田とシングルマッチが組まれましたが、いずれも10分経たずにこのノックアウトということになりました。そして迎えた初めてのこのタイトルマッチです。この 9.11 サマーアクションシリーズ2の武道館大会、小川は秋山との特別試合でまたこの小川ブームみたいなものを作りましたよ ね、まあ、対する柿原はこの川田に敗れてという部分で明暗を分けたわけですが、その2人がこの横浜のリングでタイトルマッチベルトをかけて戦います。まあ、だけど柿原選手の場合にもですね、はい、川田選手なんかに負けることによって、要するに自力をつけるということもありますからね、これはあの強い選手と戦えば戦うほどやっぱりそのいい経験になりますんで、決して負けることが必ずしも要するに彼にマイナスポイントではないと思います。その頃から比べて桃田さん、柿原成長の後というのは見えますか？いや、もちろんあると思いますね、はい、もちろんそのプロレスの技っていうものをかなりもう把握してますんでね、それから相手から要するに攻撃してくるタイミングとかそういうのをかなり理解してますんで、切り返しとかそういうのもチャンスは十分狙ってると思うんですけど、そのあたりこの試合巧者の小川に対して、おっとハイキックを見せましたが、逆に猫だましのような感じでちょこんとこの鼻のあたり、そして輝けるマンハッタンドロップ、これ小川の得意技、奪ってしまった感じがあります。この技は怖いんですよね、股が完全に開いている状態になりますからね、よくビテゴスとああいうのをかなり強く痛める場合が多いんですね。さあさあ柿原が行きます、柿原が行きます、しかしまたこの左足引きずってますね、ちょっとね、腹にかなり痛そうですが、しかしそんなことは構いません、かかとを落としていく、何せベルトがかかっています。全日のこのベルト、世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ、もしこの全日本以外の選手にベルトが渡るとなると、実にこの12年ぶりということになります。過去この世界ジュニアヘビー級のタイトルマッチには26人が挑戦しています。しかしチャンピオンは延べ19人、第19代のチャンピオンがこの小川義成です。エンズにかわした、さあ足を取っている、これは危ない、これは危ない、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない、さあロープまであと30センチ、20センチ、5センチ、いやこれは危ないですよ、これ茨城がしません、チャンピオンの他にサードロープに届いた、横浜文化体育館分体が燃えます。さあ柿原、小川を投げます、ここ続きませんね。そうですね、まだもうちょっと足のダメージがあるんで、はい、この連続してパンを、すごい想定です、あわやスリーカウント側厳しい、もう角原選手チャンスですね、はい、左足がまだ痛いだし、ベルトのサイン、ベルトのサイン、ベルトに向けて柿原雅彦タッキーカッター、
6。小川危ない。桃田さん、これ小川どうすればいいですか、ここから。いや、これはもうどうにかして、あのランプでも何でもいいから相手をちょっとストップさせない限り。ガキハラはスリーパーに入ろうというところです。桃田にこのアーチョークスリーパーという反則のカウントが入ります。レフェリーは西永秀一。グッドフックします。持ち上げる。さあ小川が何かにすがろうというような、そんな仕草を見せる。さあ柿原を投げて、逆にスリーパーに取った。ブランドにもおっと、つま先がおでこに当たりました。柿原の必死の攻撃、そしてこのタイミングのいい切り返し、腕を取って円錐です。今度はかわせなかった。さあ小川、自分のベースに持ち込むか。バックドロップを、そして小川が先に立ち上がります。今の側頭部に円錐が入ったのがかなり効いてますね、はい、さあもう一度ツーで返します。さあ逆にこの時間帯、小川のペースになってきました。もうここら辺まで来るとですね、お互いのもう精神力になりますからね。さあ小川、タイガータイガータイガー、ドライバーには行きません。さあ逆に柿原、抱え上げる。あった、足折って丸め込んだ、丸め込んでカウント。この辺りの一瞬の切り返し、小川の得意技、流れるようなこの技の繰り出し、新クラッシャー。そしてジャックナイフで固めて、どうだ。ジャックナイフ、しかしカウントは2です。この辺り次から次、そうですね、さあ小川が、小川が必殺のポーズ、固めた、原発固め。柿原が粘ります。いや、桃田さん、はい、ジュニアヘビーこのクラス以上の戦いですね。そうですね、まあお互いの素晴らしい精神力で、あの跳ね返してると思いますよ。小川対柿原の世界ジュニアヘビー級タイトルマッチ。さあ小川が柿原をトップロープに座らせた。何を見せるか。柿原が脇腹を張る、かわします。さあ腕を取って、そのまま回り込んで固めた、腕ひしぎ、逆十字固め。西田がカバーに入るような感じになりましたが、届きました。あ、今は小川選手が、はい、レフリーを引っ張り込んだんですね。小川がレフリーを引っ張り込む、それだけこの柿原の、いやいや、今の完全に入ってると思いますからね、まあ、柿原がアピールしてますが、ここは気持ちを切り替えていくしかないですね。そうですね。さあどっちが突っ込んだ。小川肩を打った。さあもう一度腕ひしぎ、返した、返した。これはどうだ、スリーカウント。柿原悔しい、しかし小川初防衛、小川初防衛。腕ひしぎ、逆十字固めを返して、丸め込んで、そして柿原をコールしました。納得がいかない表情です。しかし桃田さん、はい、今の切り返しは見事。見事ですね、本当に。あの小川選手のもう良さを十分に発揮した、返し技だと思いますね。小川よしなり、その持ち味を見事に発揮して、そして第19代世界ジュニアヘビー級のベルト初防衛に成功です。まあ、しかし桃田さん、はい、柿原は最後この腕ひしぎ逆十字に行ったところ、これはと思ったんですね。あの一瞬自分でやったと思ったと思いますよ。あの取れたと思った瞬間に小川選手がもううまいことっていうか、まあ悪く言えば要するにちょっと汚いという形になりますけどね、レフリーを引っ張り込んでもあのブレイクさせたということが勝因につながったということも言えますからね。まあ、あの、はい、柿原選手自体は素晴らしく
いいあの試合できたと思うんですよ。あのかなり自信持ったんじゃないですかね。もしもう一度チャンスもらえるんだなっていう気持ち絶対持ったと思いますよ。その証でしょうか、小川に握手を求めて、そして小川が滝からの手を高々と上げるような格好になりました。16分22秒襟固め、小川義成初防衛に成功です。それにしても滝原、フリーの立場でこのベルトに挑戦して、これからもどんどんこのジュニアのいろいろな違うこのベルトに挑戦ということもありえますかね。そうですね、当然あると思います。99年前日のジュニアヘビーの戦線がまた一つ大きな波を生み出しました。それでは見事初防衛に成功されました小川選手にお話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。振り返ってこの初防衛戦いかがでしたか。なんとか防衛できたって感じですけど、はい、強かったですね柿原選手は。立ち上がりからその柿原選手の、まあ、打撃系の技を中心に厳しい試合でしたね。そうですね、小手と蹴りでちょっと足攻めて蹴り出させないようにして作戦は良かったんですけど、うん、そんな効いてなかったみたいで。あの小川選手の場合にはこのジュニアのベルトを獲得してから初防衛戦まで結構時間があったんですが、今初防衛戦終えての心境いかがですか。そうですね、取ってから結構時間あったんですけど、まあ、それほどそんな長いとは思ってなかったんで、いろいろありましたからね、三沢さんと組んだりとか先ほど出たりとか、そっちの方があれだったんで。ただ守るべきものを守って今は安心してるんじゃないですか。そうですね、とりあえずは防衛できたんで、初めて最初の初防衛ですから。リング上では記念撮影の時に力強いピースサインも出ました。今後の防衛回数も含めて抱負をお願いします。何回になるか回数は分からないんですけど、できるだけ長く持っていたいです。またベルトの価値が高まるようないい試合を期待します。まあ頑張りたいと思います、はいはい、すみません。初防衛成功しました小川選手でした。